だよね、はい、ジャパンツアーのやっぱ質が変わってきたよね。当時と今と変わってきたってことですかね。変わったように感じるよね。そのだから、うんうんうん、もちろんね、最初スタメンでバーンってやってさ、なんとなくキーパーね、ソンリョンが超止めたりとか、ドナルマが止めたりとかして、ちょっとキーパーが占める割合が強いゲームになったけど、まあ、あのフロンターレがね、ああやっていなされちゃうし、やっぱ引かざるを得なくなっちゃうって、ね、やっぱちょっと向こうっていうか、まあ、来るチームもやっぱ本気というか、うん、本当にそのシーズン前の調整でね、うん、やってんのかなと思うし、やっぱ途中で出てきたやつらの目の色がやっぱ違うよね。あ、見てないんだっけ。いや、ね、この後見させてください。そうだ、見てないんだ、はい、話になんない、やめよう。いや、本当にだから、この試合とかで活躍しないと、そのチームに入れるか入れないか、当落線上のやつって、死活問題なわけじゃない。